スノーマン渡辺翔太主演ドラマ、先生さようなら、第5話。過去、現代ともに、主人公、田村拓郎の秘密、から騒動が勃発。2月20日17時には、出演者たちがスノーマン、ウェルゴートゲザー、のダンスに挑戦するスペシャル YouTube 動画、主題歌踊ってみた、が配信決定。生徒だった僕は、先生に恋をした。先生になった僕は、生徒に恋された。現在と過去、二つのラブストーリーが織りなす、繰り返される、さようなら、の物語。高3時代の田村拓郎と、先生となった田村拓郎。渡辺翔太、スノーマン、が、過去と現在、二つの恋を演じる話題のドラマ、先生さようなら。2月19日放送の第5話は、過去、現代ともに、田村の秘密、から騒動が巻き起こる。第5話あらすじ高校生の田村拓郎、渡辺翔太は、担任教師の由美子、北かな、に思いを伝え、キスをしようとしたところを、同級生の小林真奈、小間井蓮、に見られてしまう。ざわつき始める拓郎の高校生活。由美子は拓郎を思い、ある決断をするのだった。